皆さんこんにちは。私は中之島キリスト教会の牧師で国分博士と申します。よろしくお願いいたします。今日は6月14日サムエル記第2 21章1節から9節、罪の結果は恐ろしく重いものです。サムエル記第2、21章、1節から9節。ダビデの時代に3年間引き続いて飢饉があった。そこでダビデが主の御心を伺うと、主は仰せられた。サウルとその一族に血を流した罪がある。彼がギブオン人たちを殺したからだ。そこで王は、ギブオン人たちを呼び出して彼らに言った。ギブオンの人たちはイスラエル人ではなくエモリ人の生き残りであって、イスラエル人は彼らと盟約を結んでいたのであるが、サウルがイスラエルとユダの人々への熱心のあまり彼らを撃ち殺してしまおうとしたのであった。ダビデはギブオン人たちに言った。あなた方のために私は何をしなければならないのか。私が何を償ったらあなた方は主の譲りの地を祝福できるのか。ギブオン人たちは彼に言った。私たちとサウルおよびその一族との間の問題は銀や金のことではありません。また私たちがイスラエルのうちで人を殺すことでもありません。そこでダビデが言った。それでは私があなた方に何をしたらよいというのか。彼らは王に言った。私たちを立ち滅ぼそうとした者、私たちを滅ぼしてイスラエルの領土のどこにもおらせないように企んだ者、その者の子供7人を私たちに引き渡してください。私たちは主の選ばれたサウルのギブアで、主のために彼らを晒し者にします。王は言った。引き渡そう。しかし王はサウルの子、ヨナタンの子、メフィボシェテを死んだ。それはダビデとサウルの子、ヨナタンとの間で、主に誓った誓いのためであった。王は、アヤの娘、リツパがサウルに産んだ二人の子、アルモニとメフィボシェテ、それにサウルの娘、メラブがメホラ人、バルジライの子、アデリエルに産んだ五人の子を取って、彼らをギブオン人の手に渡した。それで彼らは、この者たちを山の上で主の前に晒し者にした。これら七人は一緒に殺された。彼らは刈り入れ時の始め、大麦の刈り入れの始まった頃、死刑に処せられた。今日の箇所は嫌な話だなというふうに思います。これを読んで平安を感じる人はおそらくいないでしょう。ああ嫌な話だ、なんでこんな話が聖書に載ってるんだろうというふうに思う人が多いんじゃないでしょうか。説教者としてもこういうところから何かを話すというのは非常にやりにくいところです。でも避けては通ってはいけないと思うんですね。これは事実だから。そしてまた
神様はこの事実を通して確かにご自分のご計画を行っておられるんだから、私たちはこのところを本当によく考えなくてはならないと思います。この出来事をよく考えてみますと、サウルというかつての王様がギブオン人という人たちに対して犯した罪が問題であったというふうに記されています。これはどういうことだったのかというと、このギブオン人という人たちはイスラエル人ではありませんでしたけれども、イスラエル人がカナンの地に入ってくる時にですね、自分たちがきっと滅ぼされてしまうというふうに思って、イスラエルと和平を結んで、そして在留異国人としてイスラエルの中に住み続けている人たちだったんですね。ですからこの人たちはイスラエルの中に住んでいても決して迫害されるような対象ではなかったはずです。けれどもサウル王はこのギブオン人を憎んだんですね。彼らはイスラエル人ではないと。イスラエルを本当に愛するならば、ああいう異国人たちは邪魔だというふうに思ったようです。でそこでギブオン人たちに対して迫害を加えるわけですね。実際に殺された人たちがたくさんいたようです。またどこにいることもできないようにするということでありますので、おそらく追及していくわけですね。そっちに逃げてったのかこっちかと言ってもう追いかけます。命からがらギブオン人たちは逃げ回ったんではないでしょうか。まだ逃げれた人たちはいいですけども、殺されてしまった人たちも多い、あるいは逃げることはできた、でも自分の家族は殺されたという人たちだっているわけですね。それは本当に大きな痛みです。サウルの時代は終わりました。そしてダビデの時代になりました。だから平和にはなった、でもその痛みというものは決して拭い去ることができないものが残りますよね。これはホロコーストを思い起こさせるような出来事だなというふうに思います。イスラエル旅行に行った時にホロコースト記念館を訪れました。そこにはナチスドイツによって殺されたたくさんのユダヤ人たちの記録が残っています。その殺された人たちの写真、あるいはその名簿、そういうものがたくさん残っているんですね。それを見るだけで胸に迫ってくるものを感じます。確かにそこにはたくさんの大切な人たちがいた。600万人以上のユダヤ人をナチスは殺したんですよね。なんてむごいことをしたんだろうかということを私たちは思うわけですね。戦争が終わってユダヤ人たちはかつて自分たちを苦しめたナチスの人々を追及します。そして追いかけて、そして捕まった人たちは裁判にかけられるわけですね。それと同じようなことかなと思うんですね。ギブオンの人たちはずっと恨んでいるわけです。その恨みをどうしたらば晴らすことができるのか、それはサウルの王家の者7人を責任を追及して処刑することによって決着をつけるということになったんですね。と思います。この人たち自身はそんなに悪いことをしたわけじゃないんじゃないかなというふうに思うわけです。でももともとサウル王によって潤っていた人々であったことは間違いないでしょう。あのサウル王がなぜ潤ったのか、それは自分たちの血によってではないか、そう考えるときにやはりこの人たちに、罪の責任が問われたわけですね。本当に悲しい出来事、こういう形で決着するって
どうなんだろうなということを思わされます。こんなことは本当はなければいいのにというふうに思う出来事ですね。しかし同時に罪の報酬は死ですというふうに記されている聖書の言葉を思い起こす出来事でもあります。罪は結局最後にどういうものを生んでくるのか。サウルの罪はなんと彼自身の死後にも彼の子孫への災いという形で大きな影響を及ぼしていたんですね。本当に罪は恐ろしいものだと思います。罪を正当化しているということはないでしょうか。サウル王はイスラエルとユダの人々への熱心のあまり彼らを撃ち殺そうとしてしまおうとしたというふうに2節に記されていましたね。でサウル王の心の動機というものを正確に言うならば本当は、偏見だったと思います。ギブオン人に対する偏見だったと思うんですね。あんな奴ら嫌いだというそういう思いだったと思うんです。でもその偏見だけで行動するのではなくてイスラエルに対する熱心さというそういう正義感と結び合わせることによって自分自身のその偏見を正当化していたと思うんですね。私たちもこういうことがあります。自分の心の中の悪い動機というものがある。でそれを良い事柄で正当化してそしてまるでその悪いことが良いことであるかのようにしてしまうんですね。ギブオン人を殺すのは良いことなんだとそういうふうにサウルは思ったんです。自分に思い込ませたんですね。人々にもそう思い込ませたんです。ナチスもそうだったんですよね。ユダヤ人を殺すのは良いことなんだと自分たちは良いことをしているんだとそういうふうに思って本当に歴史上稀に見る恐ろしい犯罪を行ったんです。正義感というものはしばしば罪を犯す口実として用いられてしまっているんですね。罪を正当化する、これは私たちの心の中で実はいつも行われていることではないでしょうか。私がこういうことをするのは仕方がないんだ、当然なんだ、当たり前なんだと、そうして開き直って悪いことをしていく。私たちはこういうことを本当に悔い改めなくてはならない、正当化してはならない、悪い思いを抱いているということを素直に認めましょう。お祈りいたします。天のお父様、私もよく言い訳をします。悪いことなのに悪いことではないかのように言い訳をします。でも神様、それは恐ろしい罪を犯していく本当に滅びの道だと思います。神様、大きな罪になる前に悪い思いを抱いてしまったと悔い改めて心を正していただけますようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。